怪我なく1年間戦うです、最近ここ数年怪我が多いので、とにかく怪我をしないでチームのために1年間戦って、目標の J1 昇格に貢献したいと思っているので、はい、頑張ります。今年は魅力あるサッカーをして、守備もなるべく無失点を続けて、もう攻撃も複数得点取れるようにしながら、必ず J1 昇格を果たしたいと思っているので、応援の方よろしくお願いします。僕の今年の目標は J1 昇格です。まあ、本当にジュビロに来た意味としても、絶対にジュビロを J1 に昇格させるという強い思いで来たので、僕の目標はこれです。ゴールやアシスト、まあ、得点に絡むような動きができたらいいかなと思っています。もうスタジアムの雰囲気もすごくいいんで楽しみです。まあ試合でよく来たんですけど、まあアウェーとしてはすごくやりづらかったっていう印象がすごくありますね。共に、戦って J1 昇格目指しましょう。応援よろしくお願いします。僕の今年の目標は怪我をしないです。1年通して試合を出続けるためにはやっぱり怪我しないのがやっぱ大前提なので、はい、それを選びました。勝利をやっぱり引き寄せるというかのようなプレーをしていきたいなと思いますし、まあ、J1 昇格に向けて、はい、やっていきたいなと思います。コロナに気をつけて応援しに来てください。よろしくお願いします。自分の今年の目標は怪我をしないことです。1年通して怪我をせずに、まあ、健康でいることっていうのが、難しいことであることが、僕ももうプロ6年目で、だんだん分かってきたので、まあ、これが、一番と言っていいほど大事なことなんじゃないかなと僕自身は思ってます。去年1年通してやらせていただいて、チーム力っていうのがすごく大事になってくるなと思ったので、試合に出てない選手だったりベンチの選手、本当チームの総力っていうのが、1年間通して大事になってくるんじゃないかなと思います。今年は必ず、僕がたくさんゴールを決めて J1 昇格できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。Meu objetivo nesse ano de 2001 é muito mais grande do que eu botei no ano passado. É ser campeão da J2 junto com o Júbilo. Ano passado eu botei que era só subir, mas esse ano espero que eu e meus companheiros a gente consiga conquistar um objetivo maior, que é ser campeão e botar o Júbilo no lugar onde merece. Eu vou dar meu máximo para ajudar esse clube, essa torcida que merece o melhor, e o lugar do Júbilo é na primeira divisão do Japão, que é a J1. Arigato gozaimasu. 僕の今年の目標は全試合に出場することです。J1 に昇格するっていう目標に関してはやっぱり選手スタッフ、まあサポーターの方も含めて全員が同じ思いを持って戦えると思うので、その中でやっぱり全試合に出場してその昇格するためのチームの手助けをできればいいかなと思ってます。自分自身のストロングポイントっていうのを前面に出していくプレーもそうですし、まあ、その中で連戦が続いてもタフな90分になっても、その中でより質の高いプレーっていうのを自分自身に求めてやっていきたいなと思ってます。昨年達成できなかった目標っていうのを今年必ずチーム一丸となって達成するので、ぜひまあ、スタジアムに一人でも多くの方に駆けつけて後押しをしてもらいたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、J1 昇格です。まあやっぱり僕も新加入ですし、早くチームに、ピッチの内だけじゃなくて外からやっぱりいいチームを作って、強いチームを作った上でやっぱりシーズン通して戦っていけたらいいなと思いますね。本当に J1 に絶対に上がりたいっていう気持ちは強い、その気持ちを強く持って僕は来ました、ジュビロに。そうですね、今年やっぱりまた長い試合、長い1年待ってますけども、絶対苦しい時もあると思うんですけども、一緒に戦ってもらえたら嬉しいです。今年の目標は優勝です。
去年も、優勝って書かせてもらったんですけど、去年は、まあ、優勝どころかその J1 昇格というのは達成できなかったので、去年のからの続きというか積み上げという意味でも今年も優勝という一目にさせてもらいました。まあ、その練習の中から、存在感出していって、まあ、ピッチに立っても立たなくてもチームの優勝に向くという目標に向けて貢献できるようにしていきたいです。今年もよろしくお願いします。僕の今年の目標は勝つです。試合もそうですけど、後ろ争いチームの競争の中で勝って試合に出るっていうことが一番なので、まあ、チームの競争にも勝ち試合でも勝つということを目標に頑張りたいなと思います。強い集団、戦える集団にしていきたいなと思いますし、こういうあのチーム内の競争っていうのが激しくなればなるほどチーム力っていうのが上がってくると思うので、まあ、あの上から数えても年齢的に上から数えても早い方になってきてるんで、まあ、そういう姿勢っていうのを若い選手に見せていきたいなと思います。J1 昇格っていうのを復帰っていうものをまた強く持ち、また1年間一緒に戦っていただけたらなと思いますので、応援よろしくお願いします。今年の目標は J1 昇格です。チームとして、そこは一番大事な目標だと思うのでこれにしました。サッカーにおいてメンタルは非常に大事だと思うので、気合とか情熱っていうものを常に持ち続けて日々の練習からやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。 J1 昇格です。この目標に向かって少しでもチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。まあ、チームとして J1 昇格するためには誰が欠けてもいけないと思うのでチーム一丸となってやることが大事だと思います。個人としてはまあ全てにおいてレベルアップが必要だと思いますので日々の努力と一つ一つこだわっていきたいと思います。今シーズンも一試合でも多く勝ちの試合を見せれるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。僕の今年の目標は J1 昇格です。このジュビロっていうクラブは本当に J1 にふさわしいチームだと思うんで、まあ、まずはそこにしっかりいけるように一試合一試合全力で戦っていきたいと思います。自分のいいパフォーマンスを見せるにはやっぱり試合に出ないことには、まあ、何も始まらないと思うんで、まずはしっかり監督コーチングスタッフに自分を使いたいって思えるようにまず練習から本当に必死でやっていきたいなと思います。今シーズンも、コロナ禍で、どのようなシーズンになるかは分かりませんが、選手は本当に目の前の試合の勝利のために一試合一試合、全力で戦っていきたいと思いますので、サポーターの皆さんも引き続き温かい応援よろしくお願いします。今年の目標は健康第一です。まあ、理由というか、まあ、健康であれば何でもできると思ってますし、あのコンディションを含めて1年間いいコンディションでシーズンを乗り切りたいなと思います。まあ、J1 昇格っていうのが最大の目標だと思いますので、まあ、その中で、まあ、自分のパフォーマンスをどんどん上げていきながら、まあ、チームに貢献したいと思いますし、あとは、まあ、新加入選手もいますし、できる限り早い段階でいいコンビネーションができるようにいいコミュニケーションを取ってやっていければいいかなと思います。2021年シーズンもあのたくさんの方がね応援してくださるとは思うので、その期待に、まあ、僕ら応えたいなと思いますし、まあ、J2 にいるチームではないとは思っているので、必ず目標を達成して、まあ、やっぱり強いジュビロを、ね、作っていければいいかなと思っているので、応援よろしくお願いします。